クリフォード・アダムスは、アメリカ合衆国の画家、版画家である。ニュージャージー州のウッドベリーのクエーカー教徒の家に、生まれた。ドレクセル教会で建築を学んだ後、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーに入学した。1899年に、アカデミーからヨーロッパ留学の奨学金を得て、パリに渡った。その前年に、アメリカ出身の有名な画家、 ジェームズ・マクニール・ホイッスラーがパリに開いたアカデミー・カルメンに入学し、ホイッスラーのお気に入りの弟子となり、女子として学生を教えることになった。アカデミー・カルメンの学生で女性クラスの助手を務めてていたアイルランド出身の画家イネスエレノ・アベートと知り合い、1900年6月、ロンドンで結婚した。夫妻は健康の優れなくなったホイッスラーの美術学校の運営を助けたが、 学校は1901年に閉校した。その後夫妻はロンドンに移り4人の子供が生まれた。ロンドンや他のヨーロッパの都市で人物画や版画を制作した。第一次世界大戦中は1919 19年までイギリス海軍で働いた。1920年に離婚し、アダムスは家族と別れアメリカに帰国した。ヨーロッパ滞在中の1907年から時々 ペンシルベニア美術アカデミーの展覧会には出展しており1937年まで出展した。1924年にナショナルアカデミー・オブ・デザインが優れた人物画に贈る賞、トーマス・ b ー・クラーク・プライズを受賞した。1925年にはペンシルベニア美術アカデミーのテンプル・ゴールド・メダルを受賞した。1810年と1923年に ニューヨークの画廊で個展が開かれた。ありがとうございます。